今回は要望が多かったため、偶然性アイロニー連帯の第2弾の動画を作成いたしました。前回は偶然性アイロニー連帯の第1部と第3部の連帯という章だけを取り上げていました。今回は第3部、第7章、カスビームの床屋、第8章、ヨーロッパ最後の知識人を読んでいきます。前回の振り返りをしておきましょう。序文の冒頭にもある通り、公正であることがなぜ利益にかなうことになるのかという問いに答えようとするプラトンの企てと、完全な自己実現は他者への奉仕を通じて達成し得るとするキリスト教の主張。この2つは公共的なものと私的なものとを融合しようとする試みです。しかしローティはこの融合の試みは決して解決しないであろうというアイロニーを提示しました。アイロニストとは偶然性を自覚している人です。ローティは形而上学的な人、真実は発見されると考える人に危機感を感じながらアイロニストという生き方を提案します。しかし単なるアイロニストは私的な性の問題、自立の問題にコミットできるだけの人です。つまり公的な問題へのアプローチが不足しています。今回は深く取り上げない第2部ではアイロニストが陥る問題性について言及されています。ここで第3部の理解のためにも第2部について軽く触れておきます。ローティ曰く、私たちは終局の語彙というものを頼りに物語を書きます。終局の語彙とは自分の行為や信念を正当化するための言葉です。その人にとってそれを十分に基礎づけることができないような言葉。例えば、優しさは重要だと信じている人に、なんで優しさは重要なんですかと聞くとしましょう。その時、何言ってんだ、優しさは重要に決まってんだろとか、優しいことはいいことだからな、とうまく説明できていないとすれば、その人にとって優しさは終局の語彙です。アイロニストとは、自身が持つそうした終局の語彙について、歴史主義的に、そして唯名論的に考える人です。つまり自分の終局の語彙が絶対的に正しいと考えないのです。歴史主義的とは自分の考えや信念が歴史的な偶然によってもたらされたものだと考えること。唯名論的とは対義語の実在論を考えると理解しやすいです。実在論はある言葉や概念は実在すると考えることですが、唯名論においては自分の語彙が実在に近いという妄想を抱くことはありません。ここで取り上げられるヘーゲル、ハイデガー、ニーチェといった人たちはアイロニストであり、かつ理論家であると呼ばれる人たちです。彼らはアイロニストでありながら、それ以上再記述されない終局の語彙を求めます。フランクに言えば、俺の書いた本、あるいは俺が作った語彙が数十年、数百年経った後で笑い物にされることもなく、反面教師の対象になることもなく、どの時代でも適用できるような本や語彙であることを求めるってことですね。ハイデガーに関して言えば、俺の存在と時間っていう本で存在論については語り尽くした。はい、もう終わり。ってなることを求めているのです。これは形而上学への逆戻りです。第2部では、あとプルーストとデリダも取り上げられます。ハイデガー、ニーチェが使っていたでかい言葉、例えば西洋とか存在とか。プルーストはこういう言葉に頼ることなく、自分の周辺でできた偶然性に満ちた経験や言葉を駆使して自立を図っている。といった感じで、ローティから見ると、プルーストはアイロニストとしての立場をわきまえているのです。デリダは後半になると、絵はがきとかいう謎に満ちた変な本を書いているのですが、それは哲学的な思考を指示化し、理論家の試みを放棄したものになります。これまたアイロニストとしての立場をわきまえているというのがローティの評価です。ローティはハイデガー、ニーチェが考えたような哲学は、公的な問題よりも私的な性の問題のために読むのが賢明だと言います。ここで公的なもの、哲学、私的なもの、文学というイメージがひっくり返ります。今から取り上げるナボコフとオーウェルの文学は私的な問題ではなく公的な問題、とりわけ残酷さに対して目を向けさせてくれるものなのです。第3部、残酷さと連帯。第3部のテーマは残酷さです。しかし単なる暴力とか虐待のようなあからさまな残酷さとは少し違います。この章で取り上げられるナボコフとオーウェルが目を向けさせてくれる残酷さはアイロニストによる残酷さです。そしてアイロニストの残酷さを示すことで私的な問題と公的な問題は切り離すべきだという主張をローティは強めたいのだと思います。簡単に概要を説明しておくと、ロリータは美的な恍惚感といった私的な自立の問題と公的な問題は協約不可能であることを示す書物です。1984年はアイロニストの心理観がもたらす残酷さについての書物です。
では2人の小説家の作品について詳しく見ていきましょう。まずロリータはどんな作品なのかを確認しておきます。ロリータはロリコンという言葉が生まれるきっかけになった小説です。主人公ハンバート・ハンバートは少女が大好きです。そんなハンバートが小説の後半でわかりますが逮捕され獄中に入れられます。ロリータという作品自体がハンバートが獄中で書いた手記にあたるので、私たちはナボコフというよりハンバートの作品を読んでいることになります。これはロリータに含まれる残酷さを解明する上で非常に重要な構造です。少女時代のハンバートはフランスで暮らしており、アナベルという少女に魅力を感じます。それからハンバートは少し小悪魔で性的魅力のある少女をニンフィットと名付けます。なんやかんやあってアメリカに渡ったハンバートは未亡人であるシャーロットの家に招かれます。シャーロットの娘である12歳の少女ドロレスに一目惚れします。ドロレスこそがロリータにあたります。そしてハンバートはシャーロットの家で家庭教師として住まうようになります。ロリータとシャーロットは仲が悪く、シャーロットはロリータを長期のサマーキャンプに行かせます。そうして家にはシャーロットとハンバートだけになります。ハンバートに思いを寄せていたシャーロットは休校します。シャーロットのことなんか全然好きではなかったハンバートですが、ロリータと暮らしていくためならと打算的に結婚することになります。しかしある時ロリータへの愛を綴った日記をシャーロットに読まれてしまいます。激怒したシャーロットは家を飛び出した時に車にはねられて死んでしまいます。あっけもなく妻を亡くしたハンバートはロリータのいるサマーキャンプへ向かいます。ロリータを引き取り、ハンバートはシャーロットは入院していると嘘をつき、見舞いに行こうという口実でロリータとホテルに宿泊しようとします。睡眠薬を使ってホテルでいやらしいことをしようと考えていたハンバートですが、驚くことに誘ってきたのはロリータでした。ロリータはただの純粋な清楚な少女ではなく、いろいろと経験している少女だったようです。こうして2人は肉体関係を結びます。そしてシャーロットが死んでいたこともロリータに伝えます。2人はこの後2年間の放浪生活を続けます。家族のいない孤独なロリータはハンバートに従うしかなかったのです。アメリカを走り回り、安いホテルに泊まるという暮らしを続けるうちに、2人はそろそろまともに生活した方がいいのではないかと思い始めます。というわけでロリータを学校に通わせることになります。しかし長くは続かず、ロリータは私あの学校辞めたい、あの学校嫌いと言います。再び自動車で放浪し始める2人でした。途中ずっと自分たちの車を追跡している謎の男がいたりと、ハンバートにとって不可解な出来事が起こり始めます。ロリータがある時高熱を出し入院した時、ハンバートが見舞いに行くとロリータの姿がありません。ロリータに逃げられてしまったのです。ハンバートは国中を探し回ります。2年くらい探しますが結局見つからず、その間はリタという女性に支えられます。ですがロリータのいない生活は苦しみに満ちていました。ロリータ失踪から3年後、なんとロリータからの手紙が届きました。親愛なパパへ、お元気ですか？私は結婚しました。これから赤ちゃんを産むところです。ねえパパ、お願いだから小切手を送ってください。300ドルか400ドル、あるいはそれ以下でも何とかなります。手紙を書いてね、お願い。私はこれまで悲しい思いや辛い思いをたくさん体験してきましたから。最後の一文が少し怖いですね。というわけでハンバートはロリータに会いに行きます。ハンバートはロリータに彼女の逃亡を手伝ったのは誰なのかを聞きます。そしてもう一度2人で暮らしてほしいと詰め寄ります。これにはきっぱりロリータは断ります。ハンバートはこれまで流したことのないような熱い涙をどっと流しました。そしてロリータに財産をたくさん手渡してお別れします。その後ハンバートはロリータの逃亡を手伝った男の元へ向かいます。その男との間でどういう結末を迎えるか、これは読んでみてのお楽しみですね。小説ロリータの魅力はまずそれほど下品ではないことです。むしろ美しさや切なさを感じる本です。あとは伏線が多いところです。2週目を読んだ時に新たな発見があります。さてこの動画で話さなければならないことは、ロリータにおけるハンバートの残酷さです。ローティはナボコフのロリータを読めば自律的であろうと試み、特定の種類の完成を成し遂げようと私的に取り憑かれてしまうと、自らが他者に与えている苦痛や屈辱を忘れてしまいかねないということがわかると言います。まず絶対に抑えておかなければならない残酷さは、ロリータへの理想的な他者像の押し付けです。この小説はハンバートの手記なため、ハンバート目線のロリータの描写ばかりです。反対にロリータが誘拐されている時、ホテル暮らしをしていた時に彼女がどういう気持ちだったのかはあまり描かれていません。
小説の後半になるとロリータがハンバートに憎しみを持っていたことがわかります。というふうにロリータの感情が隠されたままハンバートの巧みな美的表現を読む私たちは結構ワクワクした気持ちになってしまえることがこの本の恐ろしさです。ロリータにおける残酷さの例はこれだけにとどまりません。ローティが取り上げるのはこの章のタイトルでもあるカスビームの床屋という何気ない一節です。カスビームという町にある床屋で髪を切ってもらうエピソードがあります。カスビームではひどく年配の床屋がひどく下手くそな散髪をしてくれた。この床屋は野球選手の息子がどうのこうのとわめき散らし、破裂音を口にするために私の首筋に唾を飛ばし、時折私の掛布で眼鏡を拭いたり、震える手でハサミを動かす作業を中断して、変色した新聞の切り抜きを取り出したりして、こちらも全く話を聞き流していたので、古臭い灰色のローションの瓶が並んでいる中に、立てかけてある写真を床屋が指さした時、その口ひげを生やした若い野球選手の息子が、実はもう死んでから30年になるのを知って愕然としたのであった。床屋さんには息子がいますが、すでに亡くなっており、写真で飾っていたのです。息子のことを話していた床屋さんでしたが、ロリータのことばかりを考えているハンバートにとってどうでもいい話でした。文章をよく見てみましょう。時折私の掛布で眼鏡を拭いたり、震える手でハサミを動かす作業とありますが、これは床屋さんが泣いていることを表現しているかと思います。ハンバートはこれに気がつきません。ここから引き出せることは、私的な問題に取り憑かれた人々の無関心さです。ですが、それだけではありません。ロリータの読者も同様に、無関心であったことに気づかせるような仕掛けになっているのがポイントです。僕は今偉そうに解説していますが、ロリータを初めて読んだとき、このカスビームの床屋の話なんて軽く読み進めたに過ぎませんし、床屋が泣いているなんて気づきませんでした。正直こんなエピソードよりロリータへの偏愛をもっと語ってくれと思っていました。ロリータは注意深い読者とそうでない読者で読み方が変わる本です。ロリータはこのカスビームの床屋を取り上げて残酷さについての話を展開します。とてもロリータの中心的なエピソードには見えませんし、ローティのただの恣意的な選択なのではと思うかもしれませんが、実はロリータの作者のナボコフ自身がカスビームの床屋に重要な価値を置いています。新潮文庫ロリータの最後の本に、ロリータと題する書物についてというナボコフ自身の後書きが収録されています。そこでカスビームの床屋を描くのに1ヶ月かかったと言っています。またカスビームの床屋をはじめいくつかの場面はこの小説の中枢神経であること、本書をある遊女の回想記みたいな感じで読む人にとってカスビームの床屋を含むいくつかの場面は読み飛ばされるか気づかずに終わるか、あるいはそもそもそこまでたどり着かないのがオチであろうとナボコフ自身が言っているのです。ナボコフはただエロティックな小説を書きたいのではなかったということがこの後書きを読むとわかるかと思います。さてここからローティの主張を見ていきましょう。ナボコフは喜びを得ることについて常軌を逸するほどの大きな力量を持っていましたが、その反面他者を憐れむ力量も持ち合わせていました。ナボコフは恍惚と感じやすさは切り離すことができるばかりではなく、互いに排除しがちでもあるということを十分すぎるほど知っていた。彼は自立の追求が連帯感と齟齬をきたすということも極めて十分に知っている。感じやすさとは他人への同情や哀れみと思えばいいでしょう。恍惚といった自立の追求と連帯感や公的な問題解決は両立不可能なのか。自立も実現しつつ、しっかり他人を思いやる残酷でないやり方があるような気もしますが、どうしても自分は残酷ではないのかという不安はナボコフと同様私たちも感じがちですよね。ハンバートは犯罪者レベルに他人に無関心なため、自分はそんなに残酷ではないと言いたくなるかもしれません。ですがロリータを読んでいてカスビームの床屋のエピソードがおもんない、早く次の話に行ってくれと思った人は、自分のプチ残酷さにゾッとさせられるかと思います。ロリータは少女性愛という極めてセンシティブな問題でしたが、立派な息子を育てた母親という物語を描くために息子の意思を尊重せずむやみに勉強させるといった風に、理想の他者像の押し付けみたいな似たような問題は日常生活にいくつもあるでしょう。とにかくナボコフは高骨と優しさの総合は存在しないということに最も恐れており、この恐怖を描いたのがロリータという作品であるということです。
あなたがハンバートのように自分の私的な類の性的歓喜の増進や、最初に読んだ時には例の床屋についての文章を読み落としたロリータの読者のように、自分の私的な美的歓喜の増進に心を奪われている限り、人々はさらに一層苦しみを感じることになるだろう。続いてジョージ・オーウェルの1984年という作品です。これまたアイロニストがもたらす残酷さが描かれている本です。まずこの作品のあらすじです。1984年、世界はユーラシア、イースタシア、オセアニアの3国に統治されていました。主人公ウィンストンが暮らすオセアニアはビッグブラザーの独裁政権です。ビッグブラザー政権は市民のあらゆるものを統制し、完全に霊獣させています。このビッグブラザー政権の仕組みや恐ろしい行為をいろいろ見ていきましょう。 1. 3つのスローガン。党のスローガンというものがあり、戦争は平和である、自由は屈辱である、無知は力であるの3つです。オセアニアでは党内局上層、党外局中間層、党に関わりのないプロレ下層と階級が分かれており、プロレは家畜扱いされています。党内局が恐れているのは、中間層や下層が反乱を起こし権力が逆転することです。そのためにまずは戦争は平和である、戦争することで市民の敵を政府ではなく敵国にする意識をそらすわけです。自由は屈辱である、この社会では個人の自由な思考ができないようになっています。少しでも党に歯向かう考えを持ったりすれば制裁が加わります。個人、自我、アイデンティティというのが通用しない社会です。この社会で生き延びていく方法はただ一つ、自己を完全に脱却し党と一体化することです。後ほど説明する二重思考を身につければ、どんな自分の信念にも邪魔されることなく、すんなりと党の主張を受け入れることができるのです。これが屈辱の先にある自由というものです。無知は力である。オセアニアでは日記や読書禁止です。最悪ですね。学校を破壊したポルポトみたいなもんです。すごくシンプルで、市民を無知にすることで市民が反乱を巧みに起こすほどの知能を持てず、支配者の権力保持につながるのです。 2. 4つの省庁。政府には4つの省庁があります。平和省、ここでは平和のために戦争をします、軍を管轄する省です。潤沢省では物資の配給や統制を行いますが、たっぷり物資を与えるのではなく、ギリギリ死なないくらいしか与えないので、市民たちは常に貧困状態です。心理省では政府の主張が正しいと思わせるために何でもします。特徴的なのはデータの改ざんです。愛情省では思想警察という部隊が政府の反乱分子とみなした人を逮捕し、愛の無知、つまり拷問と洗脳をします。このようにどの省もその名前と真反対のことをしています。3. テレスクリーン。テレビジョンと監視カメラを兼ねたような機能を持ち、心理省から発信される映像や音声を再生する一方、テレスクリーンの前にいる人々の映像や音声はどこかへ送信されます。つまり、私生活が完全に監視されることになるのです。4. データの改ざん。オセアニアではデータの改ざんを精力的に取り組んでいます。主人公のウィンストンは党員としてデータの改ざんを行っています。例えば過去の物資の生産量を低い数値に改ざんし、今年の生産量が前年度を上回るように見せかけます。この社会では過去は変えられるのです。 5. 2分間憎悪。市民が政府に不満の意識を向けさせないために2分間憎悪という儀式を行います。オセアニアの党員たちは毎日仕事を中断してホールに集まり、大きなテレスクリーンの前でゴールドスタインという人物が登場する映像を見せられます。ゴールドスタインは過去にビッグブラザーを裏切った人とされており、こいつに対してありったけの憎悪を見せないといけません。党員たちは怒りと憎しみの声を上げ、物も投げつけられたりとめちゃくちゃです。ただその最中、党員局員のオブライエンと視線が合います。ウィンストンはオブライエンには何か自分と共通するところがあると感じ、関心を持つようになります。 6. 二重思考。二重思考とは、矛盾する2つの事柄を同時に受け入れる思考方法のことです。 2+2=4 でもあり、 2+2=5 でもある、どちらも受け入れるというものです。市民たちはこの二重思考ができるよう教育されていきます。そのため急に政府の主張がひっくり返ったり、
過去のデータが改ざんされても人々は驚くことなく受け入れることができます。 7. ニュースピーク。政府が恐れていることは市民が自由に物事を考え政府にとって驚異的な存在になってしまうことです。そこで思考の自由を狭めるため新たな言語ニュースピークというものを開発します。ニュースピークでは文法や語彙がかなり削減されています。例えばグッドの否定であるバッドは否定の意味のアンをつけたアングッドに置き換えられます。また政治的な意味があるものはその意味が削除されます。近視感の転用もされます。ある動詞にフルとつけると形容詞に、ワイズとつけると副詞になれます。また過去形過去分詞はすべて動詞に ED とつけるだけで OK です。さてここから話に踏み込んでいきましょう。過去の記録の改ざん作業をしていたウィンストンですが、次第に党に疑念を持ち始めます。そこでノートに自分の考えを書くというこの社会では禁止されていることに手を染めます。また同僚のジュリアという女性と愛し合うようになり、2人はチャリントンという老人の店で隠れ家的に暮らすようになります。また党内局員のオブライエンとも出会います。まあこいつがやべえやつです。オセアニアの敵であるゴールドスタインが書いた禁書少数独裁制集散主義の理論と実際をオブライエンからもらったウィンストンはビッグブラザー政権の体制の裏側を知ります。さて実はチャリントンは思想警察でした。最悪ですね。こうしてジュリアとウィンストンは思想警察に捕らえられ、愛情症でオブライエンから拷問を受けます。ウィンストンはオブライエンから二重思考 2+2=5 を強要されます。最初は反抗してましたが無理でした。ウィンストンが持っていた過去の記憶や自分の信念はことごとく否定され、アイデンティティが崩壊しそうになっていましたが、愛するジュリアを裏切っていないという点でまだ自己を保っていました。オブライエンはそこで101号室というヤバい部屋に連れて行きます。101号室送りを宣告された囚人は皆それだけはやめてくれとお願いするようです。ウィンストンはネズミに恐怖を感じ、ネズミが出てくる悪夢をよく見ていました。ウィンストンは植えたネズミの入ったカゴを徐々に近づけられます。恐怖のあまり思わず自分でなくジュリアにやってくれと絶叫します。この時点で拷問は中止されました。もう十分なのです。ウィンストンはネズミに食われず助かりましたが、ジュリアを裏切り事故は崩壊します。これが大体のあらすじです。オーウェルは実在論の哲学者、常識を蔑視し真理は作られるとする文化的なアイロニストに対抗してそれを擁護する人物として読まれてきました。ローティはオーウェルの作品の違う読み方を提示しようとしています。オーウェルは過小を剥ぎ取り実在をあらわにすることをやったわけではなく、起こるかもしれないこと、実際に起こったことを描き直したのです。そしてオーウェルはオブライエンという人物を発明しました。むちゃくちゃなことをするオブライエンですが、オーウェルは彼を気の狂った誤った理論に浸水した人とは見ていません。オーウェルはオブライエンを端的に危険なものであり、同時に可能であるものとして見ていました。そして1984年を読むと、オブライエンみたいな人物が生じうるのではと私たちに思わせてくれる。これがこの作品の大きな貢献だとローティは言います。なぜウィンストンは 2+2=5 と言ってしまったのでしょうか。ウィンストンは私たちと同じでずっと 2+2=4 だと信じていました。オブライエンに脅されていてもしばらくは 2+2=4 だと主張しました。なぜ主張し続けるのかというと、もちろんそれが正しいと思っているからになりますが、別の角度から言えば合理的な説明を自分に与えるためです。 2+2+2+2=8 だとかつて計算したことがあるとしましょう。ここで今 2+2=5 であると信じてしまうと、 2+2+2+2=8 と自分が考えたことに辻褄が合わなくなってしまいます。辻褄が合わなくなれば、ローティの言う整合した信念や欲求の網の目を破壊され、合理的な説明を失い自分を見失うわけです。小説を読む私たちからすれば 2+2=4 に決まっとるやんアホかと思うかもしれませんが、ウィンストンと同じ状況に立たされると 2+2=5 と言ってしまうかもしれません。ちなみに拷問を免れるためにいやいや言うのではなく、本当に 2+2=5 と信じながら言ってしまうという意味です。そんなことが可能なのでしょうか。この可能性に説得力を持たせるのがアイロニストの言語感です。少し引用箇所が長いですが聞いてみてください。
2+2=4 を強く主張することの必要について、ウィンストンが書き留めた日記の文章は、オブライエンをいかに阻止するかについてのオーウェルの見解ではなく、むしろ事態が厳しいものとなった時に私たちが自分をいかに保つかについての記述として読める。私たちは他者に語りかけることによって自分を保つ、すなわち他者の前でそれを口に出して語ることによって私たち自身のアイデンティティを確かめ直そうとする。その際、私たちが望むのは、私たちが自らの信念や欲求の網の目を整合したものに保ち続けてくれるのを助けてくれる何かを他者が語ってくれることである。私たちは自分たちの信念や記憶や欲求などを人々の間で調停することで、それが正しいと感じたり事実だと認識するのです。そして何か自分の信念に揺らぎが生じれば、他者の前で語ることによって自分の信念の正当性を確かめようとするのです。真理は合意や調停によって作られる、正当化される。これがアイロニストの真理観です。では1984年の舞台を想像しましょう。 2+2=4 に関して他の人々との合意を失っています。誰も自分と同じ数式を言ってくれません。自分の 2+2=4 という記憶も、オブライエンが言った 2+2=5 だという記憶も、どちらが正しいものであるのか区別できません。ウィンストンはオブライエンに理解してほしくて日記を書いていたのだとローティは言います。でもそんなオブライエンにも理解してもらえませんでした。そこでウィンストンのアイデンティティは喪失し始めます。とはいえ 2+2=5 も信じることができないウィンストン。でも拷問から逃れたいから、できるなら5本見たいものです、5本見るように努力しているんですがと言います。それから錯覚なのか幻覚なのか知りませんが、本当に5本に見えてしまいました。もうウィンストンのアイデンティティはかなり損傷しています。それでもまだ少し残っていました。まだジュリアを裏切っていないからでした。ジュリアとはお互い裏切らないと約束していたのです。ですが101号室に連れられ、ネズミが食らいつくという拷問を前にし、ジュリアにしてくれ、これと同じことをジュリアに、私にじゃないとあっさりジュリアを裏切ってしまいます。こうして彼の持っていた信念は全て破壊され、アイデンティティが完全に喪失したのです。まあとにかくオブライエンが恐ろしい話です。ただしローティがオブライエンに対して思うのは、ローティ自身がオブライエンに似ているということです。つまり同じアイロニストだとみなしているわけです。真理は発見されるのではなく作られる、つまり人々の信念の整合的な合意が真理であると考えたり、人間の本性なるものなど存在しないと考えている点では共通しているのです。アイロニストはリベラルアイロニストとは違います。知的な問題と公的な問題を総合できないと考えるローティにとっては、アイロニストは足を踏み外すと極めて残酷なことが起こります。オブライエンは拷問の目的は拷問であるとすごくむごいことを言っています。ローティはこの章のタイトルの通り、オブライエンをヨーロッパ最後の知識人と見立てます。リベラルな希望が終わるときに、アイロニーが取ることのできる唯一の仕方でアイロニーを体現する人物がオブライエンだというわけです。この本を読んだ読者の中には、私はこんな風にはならないとか、精神内面の自由があると考えるかもしれません。しかしそうした内面の自由や、私たちは自律的に生きれるという信念は幻想かもしれません。最後にオーウェルが書いたコラムを引用して終わりにしましょう。その虚偽とは、独裁的政府のもとにあっても内面は自由であり得ると信ずることである。その最も誤りは、人間が自律的な個人であると思っていることである。専制政府のもとで秘密の自由が享受できるなどと思うのはナンセンスである。なぜなら人の思想は決して完全にはその人自身のものではないからである。哲学者、作家、芸術家、あるいは科学者さえもが、励ましや読者だけでなく他の人々からの不断の刺激を必要としている。言論の自由を取り去れば創造能力は干上がってしまうのである。私たちは自由に思考できていないかもしれない。いとも簡単に自己のアイデンティティ、自立を失うかもしれない。こういった恐ろしさを教えてくれるのが1984年です。ローティはリベラルな希望を失った時、オブライエンのようなアイロニストが現れるかもしれないと危惧しています。人間の信念は偶然的なものだ。皆がバラバラの信念を持つ。真理は合意や調停によって作られます。正当化されます。
とな ると合意や調停さえできれば市民の信念は操作可能なのではないか。操作できたとすれば全体主義のような国家に行き着くでしょう。アイロニストの審議官とはこういう恐ろしいビジョンを提供してしまいます。ローティの処方箋はリベラルアイロニストになることです。残酷さに目を向けることと自立を求めることをきっぱり分けて考えるべきだと主張します。哲学者、また哲学に興味のある人は公的な問題と私的な問題の関連性やつながりを考えようとしたり、両者を総合しようとしがちです。これに対抗したローティの新たな提案に、もし興味があった方はぜひ本書を読んでみることをお勧めします。非常に読みやすいです。今回はここまでです。ご清聴ありがとうございました。